こんにちは、渡辺輝明です。それではバイヤーコンパスの機能説明について、引き続きご説明させていただきます。またガイドモードについてクリックを押してください。今回はですね、こちらのスポット検索についてご説明させていただければと思います。スポット検索は、バイヤーコンパスの機能の中で最も自由度の高い、分析の手法になっています。どういうことかというと、ブランドやカテゴリー、バイヤー、商品について任意の期間を設定しながら好きな掛け合わせで分析ができるというふうなものになっています。では実際に見てみましょう。こちらのスポット検索をクリックしてください。はい、クリックするとこういった検索項目を入力するような画面が出てきます。まずどんな場合も必ず入力していただくのはこちらの期間なんですね。期間はですね、1期間、2期間と2つまで設定ができるんですけれども、まずは、基本的な操作として1期間だけ設定してみましょう。例えば、こちらの11月の1日から1月の3日までというふうにしてみましょう。皆さんが一番興味があるのは、じゃあこの期間で何を分析するかというと、おそらくバイヤーさんの分析かなと思います。有名な方の名前をちょっと入れてみて、設定をしています。そして、こちらの検索画面、検索ボタンですね、を押すと、はい、出ました。こちらは、11月の1日から1月の3日までの、先ほどのバイヤーさん、有名なバイヤーさんの、この期間の活動実績というふうになります。もうかなり詳細に出ています。どのブランドがどれくらいの値段でどれだけ売っているか、そしてその合計がいくらの売り上げを占めているのか、そしてその買い付け先はどこら辺だとこの人が設定しているものが多いかというのが出ています。さらにこの人が強いカテゴリーはどれか、売りまくったカテゴリーはどれなのかというふうなのが出ています。でさらに商品ですね、ほとんどモンクレールが上位に来ていたのでモンクレールがたくさん出ているんですけれども、どの商品がどれだけ売れていたのかというふうな情報も出ています。なので、この方はそのまま真似するのはかなり難易度が高いかと思うんですけれども、モデリングするバイヤーさんのこういった情報を見たときに、このバイヤーさんの本当に売れ筋で大切にしている商品をモデリングするであるとか、そういったものが簡単にできるようになります。ガーッと出るんですけども、そしてこちらですね、これ値段なんですけども、値段がゼロになっている商品があります。これはどういうことかというと、バイヤーコンパスがデータを取りに行った時にすでにこの商品ページが消されているものなんですね。で、消されているというとどういうことかというと、限定販売でもう消えてしまっている場合と、他のバイヤーさんに見せたくないがために消している場合があります。この場合は7個なので、おそらく本当に期間限定で一気に売れたものかなと思いますので、こういうものが出たら狙ってみるっていうのも一つの解釈としてはできるかなと思います。そしてですね、下の方に行きますと、この設定した期間ですね、2014年の11月の1日から2015年1月3日までの日別の売上推移グラフというのが出ています。1日293万売ってる日もあるよというふうなのがわかります。そして販売個数、1日何個くらい売ってるんだろうかというのが見えます。さらに売上の推移の月別のグラフ、これは11月、12月、1月となっていますが、11月に2800万売って、12月も2818万売ってるというのが出ています。で、一番下までいきますと、販売個数というのも出ていますね。こういったバイヤーさんの活動履歴というのがかなり細かく出ています。なので、モデリングができる方、モデリングをできそうだなという方の、例えば、日本に、住んでいて日本で活動していて
自分よりも何倍も売っている方、100万円、200万円売っている方のこういったものを見ると、あ、こういう風なブランドをこんだけ大事に扱ってこういう風に売っているのかと。そして買い付け先はここからかっていうのが分かりますので、かなり分析されたくない情報が出てくるかなと思います。さらに、こちらですね、今はこちらの方のことだけを考えて、分析をしたんですけども、掛け合わせで分析をすることもできます。例えば、ここにモンクレールと入れたときにどういうふうな結果になるかと言いますと、はい、ここに出てくるのはこちらのバイヤーさんでモンクレールの情報だけを抜き取った一覧になります。モンクレールはこれだけ売って、モンクレールので売ったカテゴリーはこれで、モンクレールで売ったリストはこれですよと。これもかなり活用できるかなと思います。例えば、まあ、ブランドでこのブランドが得意なバイヤーさん、トップ3っていうのがバイマ上でいると思うんですけども、それについて調べてみて、この人が売ってるのはこれだっていうのがもう全部手に取るように明らかになるかなと思います。もちろんですね、このバイヤーさんを外してモンクレールだけで調べることもできますが、ではエイソスで調べてみましょう。はい、クリックをすると、はい、ここに出たのは11月の1日のからの1月3日までのエイソスの履歴ですね。2ヶ月くらいで4800個っているんですね、エイソスは。そして4000万円の利益があると、まあ、これだけエイソスはこういうカテゴリーが売れているというのが出ています。そしてブランドについて調べると、誰が得意なのか、この期間の中で誰が売ったのかというのも出てきます。まあ、ここはかなりモデリングするきっかけになるかなと思います。バイまではもうここまでしか、3コマでしか出てこないですからね。かなり下までというか、ほぼ全部出てきます。で、商品についても、じゃあすごく売れた商品はどれだろうというのが分かりますね。あの、売れた商品のが全部出てきます。これもぜひ活用してみてください。そして先ほどのグラフですね、まあ、これもブランドの成績表が出てきます。じゃあ ASOS というのはこの期間内どれだけ1日に売れていて、まあ、1日100万円売れてる日がマックスというふうに出てきますが、こういうふうに売れていて、何個売れていて、じゃあ月間何百万何千万売れてるのかっていうのも出てきます。こういうふうに調べていると、例えば知らないブランドで少し急上昇してそうだなというものがあった時に、こういうふうな調べ方をすると、こういうふうなものがこういう推移で売れてきてるのかと、こんなふうに火がついてるのかっていうのも、もう手に取るように分かるようになります。これが、ブランドについて調べたときですね。では、ちょっとブランド名を消します。次はですね、じゃあリリースファッションのトップスについて調べてみましょう。かなりのデータを分析するのにちょっと時間かかります。今は何を調べているかというと、こちらですね、11月の1日から1月3日までのレディースファッションでトップスのもの、トップスのもので売れているものは何だろうというのを出しています。こういう探し方はもう手動ではほぼ不可能かなと思いますので、このツールならではの機能かなと思います。それで言うと、トップスではこういうふうな並ん順番で
人気がありますよというふうな形になっています。もうそのままこのブランドを扱ってみるでも大丈夫ですし、例えばそうですね、じゃあ韓国が多いんだったらそこら辺に外注さんを見つけてみるとか、これもですね、こうやって並び替えができます。これもかなり地味なんですけど強力な機能かなと思っていて、主な買い付け先が韓国であれば、韓国に例えば外注さんがいる場合はこのブランドちょっと探してきてくださいねっていうのもできますし、イギリス、ロンドンにいる場合はこういうブランドが私もしかしたら攻められるかな、アメリカだったらこういうのがあるかなっていうのが、これもワンクリックで出てきます。はい、そういうやり方もできますが、トップスもじゃあ細分化するとどういうものが売れてたんだろうねというのがざっと出ます。冬なのでやっぱりニットセーターが一番売れたよというふうなことがわかりますね。これも数値で明確にわかります。そしてバイヤーランキング、レディースのトップスを売ったのは誰がいっぱい売ったのかなっていうのがこうやって出てきます。本当に扱ってる方が多いのですごくいっぱい出てきますが、さらにじゃあレディースのトップスで売れたものってどれなのかなっていうのがざっと出てきます。皆さんがよく扱っているカテゴリーにおいて強いアイテムって何だろうなっていうのがここでも全てわかりますので、本当に単純に言えばこれを上から出せば売れるかもしれないということですね。はい、ちょっとめちゃめちゃありますが、こういうふうに最後に販売のデータグラフも出ます。レディースのトップスっていうカテゴリーは1日にどれくらい売れるものなんだろうかっていうのがわかりますね。この時期11月から1月にかけてはだいたいアベレージで1日70万円前後売れていたというのがわかりますし、個数にしてもだいたい1日60個から70個くらい売れているということがわかります。そしてトップスっていうのは月間で1346万、11月売れて1800万、12月売れてましたよっていうのも分かります。そういった形で皆さんが得意としているカテゴリーがどのような規模でどういうふうに売れていっているのか、そういったものもこのバイヤーコンパスで手に取るように分かります。はい、まだまだ他にもですね、細かい検索機能がありますので、いろいろと説明ができるんですけれども、一旦基礎編としてはこちらで終了したいと思います。それでは長時間ありがとうございました。